そもそもなんですけど、3D プリンターというのは 3D データを実際に現実で立体として造形できる機械のことを指すんですけれども、今まで樹脂や金属で物を作ろうとすると金型というものが必要だったんですけれども、それが必要なく物を作れるようになったというのが最大の革新であると言われています。そんな 3D プリンターなんですが、印刷の種類がいろいろと分かれていて、熱で樹脂を溶かしてそれを積み上げて造形する FDM、FFF 方式や、光で液体を固める光造形方式などがあります。種類によってメリットデメリットやできることできないこと一長一短あるので、作りたいものや用途や予算で選ぶことをお勧めします。とはいえ初心者にはどれを選んでいいのかわからないと思うので、この連載ではおそらく家庭用機種では一番普及しているであろう FDM、FFF 方式をメインに取り上げていこうと思います。ということで次回は 3D プリンターでデータの準備から実際に印刷するまでをご紹介したいと思います。次回を楽しみにしていてください。ほなまた。